スティーブ・ストリッカーは、アメリカ・ウィスコンシニ州、エジャートン出身の男子プロゴルファー。2001年のアクセンチュアマッチプレー選手権優勝者で、これを含めて、PGA ツアー12勝を挙げている。2017年には、PGA ツアーチャンピオンズに参戦。2019年のリージョンズ・トラディションと、全米シニアオープンを制している。 起伏の多いゴルフ経歴を送ってきた選手だが、2009年9月8日付で世界ランキングを自己最高の2位に上げた。彼の夫人がゴルフバッグのキャディを務め、ストリッカーは義父のコーチを受けている。イリノイ州立大学を卒業後、1990年にプロ入りする。6年後の1996年、ストリッカーは5月末の ケンパーオープンでツアー初優勝を果たし、7月上旬のモトローラウェスタンオープンでも優勝して、年間2勝を獲得した。この年は8月の NEC ワールドシリーズオブゴルフでも2位入賞があり、年間賞金ランキング30位以内の選手のみに、出場資格が与えられるツアー年間最終戦、PGA ツアー選手権でも5位に入った。 こうして彼は1996年度の年間賞金ランキングで4位に入り、1位、トム・レーマン、2位、フィル・ミケルソン、3位、マーク・ブルックスに続く、高位置につけた。しかし、翌1997年には10位以内の成績が1大会しかなく、7大会で予選落ちを喫した。2001年1月7日、ストリッカーは、 オーストラリアビクトリア州南オークレイにあるメトロポリタンクラブで開かれた世界ゴルフ選手権第一戦アクセンチュアマッチプレー選手権決勝でピエールフルケオにアンドイチで破り5年ぶりの PGA ツアー優勝を果たした世界ゴルフ選手権シリーズは1999年に始まったばかりで優勝賞金100万ドルは 当時のゴルフツアーでは破格の高額賞金と言われた。この大会は年始に南半球のオーストラリアで開かれたため、出場資格者の事態が多く、ストリッカーは世界ランキング91位の定位置から繰り上げ、出場資格を得た。この異常事態がきっかけで、アクセンチュアマッチプレー選手権は2002年から以前と同じ開催時期と場所に戻った。2005年、 ストリッカーは、賞金ランキング、162位に落ち込み、125位以内の、選手によるシード権を確保できなかったばかりか、クオリファイングスクールでも合格ラインに2打足りず、2006年度の、PGA ツアーシード権を失う屈辱を味わった。そのため、2006年度は、ツアーの出場試合数が限られたが、4月下旬の、シェルヒューストンオープン3位入賞で立ち直りを見せ、 賞金ランキングを34位に戻し、当年度の PGA ツアー、カムバックプレイヤーオブザイヤーに選出された。2007年、彼は、ゴルフ経歴で1996年以来の、好調なシーズンを送り、8月下旬の、ザ・バークレイズで6年ぶりのツアー優勝を果たし、2大会で2位に入った。ザ・バークレイズは、2007年から始まった、フェデックスカップシリーズの、 プレイオフ・フォー・ザ・フェデックス・カップ第一戦であり、ストリッカーは、この優勝で、年間獲得賞金と、世界ランキングのポイントを大幅に上げた。このシーズンに、世界ランキングを5位まで上げた、彼は、2年連続2度目のカムバックプレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、2008年1月6日付で3位に、躍進した。2月のアクセンチュアマッチプレーでは、第3シードを得たが、 三回戦でアンヘル・カブレラに敗れた。2009年度はさらなる好調さを発揮し、ツアーで年間三勝を獲得する。9月のフェデックスカップシリーズ第2戦、ドイツ銀行選手権の優勝により、彼は世界ランキング2位に到達した。ありがとうございます。